マカオの歴史、マカオの歴史では、マカオの歴史についてもべる。マカオに、ポルトガル人が到来し、中国の明王朝との交易に乗り出すのは16世紀初めの1513年のことである。当初は、東南アジアの植民地から中国近海に来航していた、ポルトガル人は、マカオに居留地を確保し、中国や日本に対する貿易拠点とした。マカはまた、 日本や中国に対するカトリック教会の布教の拠点でもあり、日本の近況後は、マテオリッチなどのイエズス会宣教師北京に送り込んでいた。しばしば、1557年ポルトガル領、マカオ植民地成立と書かれるが、実際には、ポルトガルはこの年に、明王朝から後期和光の討伐で、民に協力した代償として、マカオの永久居留権を認められたに過ぎない。 民及び続く清志の時代を通じてマカオは中国が領土主権を有し、中国の会館が設置され、中国の管理がマカオ内に自由に出入りしていた。ポルトガル側の行政機構としては、インド副王が治めるポルトガル領インドに属し、カピタンモール、コピート・モアが責任者であった。1583年に、シ・シーダットに昇格し、翌年には、 議会設置が承認された。カトリックの不教区では、1579年に、マカオ市教区が独立した。工術のように、日中中継貿易の拠点として繁栄したことが有名だが、ベトナムなどインドシナへの貿易、不教への拠点でもあった。17世紀の民進交代期には、清志が台湾の停止政権対策として、旋回令を発して貿易を禁じ、また、 日本も鎖国を引いて、ポルトガル戦を締め出したために、一時期マカオは没落した。また、1581年から1640年の期間、スペイン王がポルトガル王を兼ねる、同訓連合の状態にあり、スペイン帝国、フィリピン植民地を有するスペインとの連合により、公益拠点としての本国から見た、要請が相対的に低下。また、 1640年のポルトガル王政、復古戦争など、本国の動乱により、海外拠点の経営の主観が見られた。その後、帝使が真に降伏すると貿易は再開される。ポルトガルがマカオの行政権を中国人管理から脱出し、ここを完全に植民地化したのは1849年のことで、アヘン戦争によってイギリスが 香港植民地を獲得したのに刺激されたものであった。その後、1862年になって、初めて中国、清もマカオにおけるポルトガル統治権を認め、1887年に友好通商条約を締結して、マカオを第三国に譲渡しないことを条件に、永久的に占有することを承認た。注目すべきは、ポルトガルが得たのはあくまで統治権のみであり、 マカオの主権はあくまで中国、清志側にあった点である。このことからマカオは史上かつてポルトガル領になったことは一度もないとも言えることになる。第二次世界大戦ではポルトガルが中立を宣言したためにマカオは東アジアにおける中立港となり経済的には繁栄したものの日本と中華民国の戦闘が続いたことから中国人の難民が大量に流入った。 国境内戦が終結し、中国国民党が台湾党に戦とした後の1951年に、ポルトガルはマカオ海外圏とし、ポルトガル系住民支配の下で植民地支配を続けようとしたが、反共主義者であったアントニオ・サラザール首相による独裁政権下にあったこともあり、中華人民共和国との国交は持たないままであった。1966年に、 中国共産党系住民による反ポルトガル闘争12.3事件が巻き起こった。マカオ暴動以降、中華人民共和国側からの影響と返還の圧力が高まる中、1974年にポルトガル本国でカーネーション革命が起こって政権交代が実現。左派系の新政権は海外植民地の放棄を宣言し、1976年、 ポルトガルはマカオ海外圏から特別料に改め、立法会を設置するなど、行政における本国からの大幅な独立性を認めた。1979年には中華人民共和国とポルトガルの国交が樹立されるにあたり、マカオの本来の主権が中華人民共和国にあることが確認された。1986年より中華人民共和国がイギリスとの間で進める。 香港返還交渉と並行してマカオ返還交渉が開始。翌1987年、両国は共同声明を発して1999年に行政権が中華人民共和国に譲渡されること決定した。マカオにはマカオ基本法を実質上の憲法として運用する一国二制度が適用され、ポルトガルから受け継いだ現行の社会制度を返還後50年に、 渡って維持することとなった。返還は1999年12月20日に実現。マカオは中華人民共和国の特別行政区となった。なお、これによりアジアから欧米の植民地は完全に姿を消した。16世紀のポルトガル人が到来した。当初マカオ貿易の中心はインドや東南アジアで買い付けた。物産を中国に輸出し、中国から絹や。 当時器などを東南アジアや欧州にまで輸出する南海貿易で悪化、やがて日中貿易の仲介でも大きな利益を見出した。これは和光に苦しんだ、明王朝が日本との貿易を禁止していたため、日本船が中国に来航できず、ポルトガルがその代行者として参入したことによる。1580年には本国ポルトガルがスペインとの同訓連合となり、 スペインの植民地マニラとの間にも貿易ルートが開かれた。この頃、日本では統一権力が形成に向かうとともに、先進的な鉱山技術が知るべされて金、銀の生産量が飛躍的に増加し、経済発展、著しい中国が通貨として用いる銀を欲していたことから、日中中継貿易は、莫大な利益をもたらした。しかし、日本との貿易は、 江戸幕府の鎖国政策によって集結し、民末新書の動乱とも相まって17世紀のマカオの没落を招いた。台湾の停止政権が新朝に降伏して、民末新書の動乱が終わると、マカオは東南アジア貿易に活路を見出し、ティモール島に植民するなど、一応の回復を見せたが、新朝が甲州を解放して、欧米諸国の貿易船を受け入れ、 いわゆる関東貿易が発展すると衰退の意図をたどった。甲州で貿易に従事する欧米人はマカオを休養地として利用することが多く、火事の産業が発達して東洋のモンテカルロと呼ばれるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。